CGN テレビをご覧の皆さん、こんにちは。10月の28日水曜日のキューティーの分かち合いを始めていきたいと思います。聖書の箇所は第一テサロニケ3章の1節から13節。タイトルは患難にも揺るがない堅固な教会としてください。このようなタイトルになっています。さあ、このところを通して、私たちが学んでいくことは何かというと、パウロがですね、このテサロニケの教会を励ましていく様々なことがあります。そのことを通して私たちが、どのようなことをまた学んでいき、また今日も励まされるか、そのことをですね、一緒に分かち合っていきたいと思います。テサロニケ人への手紙第1、3章、1節から13節。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰について、あなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。そういうわけで私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと困難のうちにも、あなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が、私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。
それでは本文から分かち合いを始めていきたいと思います。まずこの1節2節を通してですね、いろんなことを見ることができるんですが、使徒の働き、16、17章、18章このあたりを見ますとですね、パウロがちょうどこの初めてテサロニケに回った時、またその前のピリポにいた時、いろいろなところの状況が分かるわけなんですけれども、その後いろいろなところを通してまた最後はアテネに至るわけなんですが、このさまざまな動きの中を通してですね、決して平坦な道ではなかったということをぜひ皆さん覚えていただければいいかなと思います。このテサロニケでパウロはもう少し痛かったというのが人間的な思いだったんですが、迫害があったがゆえにですね、そのところで信徒さんたちが捕まえられたりさまざまなことがあったので、どうしてもその場所を離れざるを得なかった。ですから、そのところから少し離れたんですが、結局アテネまでいたり、そのところでなんとか踏みとどまりながらいろいろな牧会をしていたというところなんですね。ところがやはり、迫害の中心になっているあまりにも有名なこのパウロがですね、またそこのところに戻るとですね、非常にその教会に目立ってしまいますね。また迫害の対象となってしまいますから、そのところで特に有名ではなかった若者テモテを使わしていくことになります。そしてこのテモテがですね、そのところに行って、その信仰が励まされるように、くじけてしまわないように励ますためにこのテモテをこう使わしていくわけなんですね。で、私たちが本当にこのテモテが使わされた理由をいくつか見ることができるんですが、3節、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでしたと、こういうふうに、書かれてあるわけなんですね。やはりですね、私たちがさまざまな信仰生活の中にあっても状況環境というものが思いの通りにならないとき、私たちの心はどうしても揺れてしまいますよね。でも本当にそのような時に揺れるんじゃなくて御言葉により頼みましょうというような、そのようなことをですね、しっかり言う誰か励ます者がいるならば、大きく私たちが本当に安心することができるんじゃないかなというふうに思うんですね。そういうような状況の中において何か物に頼ってしまってはそれは偶像礼拝になってしまうんですが、本当にその主を信じている、その希望を持って歩んでいる人の証が私たちの中にありですね、またそのことを通して主を見上げることができるならば、それは私たちが兄弟姉妹として神様の愛が私たちのその関係のただ中にあるということではないでしょうか。ところがですね、この4節にあるようにですね、パウロは前もって言ってたんですけれども、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っていたというわけなんですね。いやいや、苦難に遭うならどうしてわざわざイエス様を信じる必要があるのかなというふうなことを考えてしまうんですが、いいですか皆さん、この私たちのこの人生、イエス様を知らずに安穏として生きれば、結局皆さんそれでもいい生活が送れてというふうに考えるので、そのように思ってしまうんですが、そうではなくてですね、イエス様を信じて本当に罪許されなければ、永遠の命に至る道はないんだというこの命がけのところにおいて、他の道を歩んでいくならばその道はどこかで途切れますよ。だから、このイエス・キリストの道を歩んでいくならば、それが細かろうが困難があろうが何であろうが、必ずゴールに至る、命のゴールに至るものなんだという、そのゴールをしっかり見て歩めということなんです。ですからその道がどんなに汚く見えようが、またボロボロに見えようが、必ずゴールまでたどり着く道だということですね。ですから、その道はたとえボロボロであったとしたとしても、それだけが唯一生きている道、唯一正しい道、ということになるので、とても大切な道ということになりますね。ですから私たちが苦難がありますよ、でもどんなに良い道であっても皆さん忘れちゃいけないのは、それはそれなりに苦難があります。しかもゴールにはたどり着けませんということです。ですから私たちがこの本当に、励ましし合うということは何かって、今つらいですけどこれが本当の命の道なんだよということを互いに確認し合うということですよね。
で、本当にパウロはですね、このテサロニケの人々をね、本当に愛していたんだなということを思います。なぜテモテを使わしたのかなと思いますと、どうしても自分はいけないけど何かできないかなと思って使わしたわけですよね。で、しかし、テモテが帰ってきた時はびっくりしたんです。もうみんなボロボロになって大変なんですよという報告を受けるかなと思いきや、皆さんが本当に信仰と愛について良い知らせをもたらしてくださいましたと、6節に手紙を書いているわけなんですね。しっかり信仰を守り、キリストの愛の中にしっかりと歩んでいるっていうことをですね、聞かせていただいてですね、パウロはどう思ったでしょうね。パウロは励まされたんじゃないかなと思います。自分はできなかったという在籍感があったかもしれないんですけれども、主が本当にこの教会を生かしてくださったっていう中にあって喜びがあったんじゃないかな。ですから7節にはその信仰によって慰めを受けましたと書いてあるわけですね。そして、この8節以下に、このパウロがですね、この教会のためにね、祈るような言葉が書かれていくわけですよ。そしてその根幹は何かっていうと、全てのその教会の人たちが主を愛しね、主を本当に求め、本当に歩んでいってほしい、その願いが込められているわけです。そして、その中においてですね、その一人一人が最後の最後まで、主が再び来られるその時まで、神様にあっては恥ずかしくない歩みで思って、隣人を愛し、また神様を愛する、その学びを続けていってほしい、歩みを続けていってほしい、そのことを言っています。教会にはいろんな使命があると思いますけれども、大きく一つの使命だけを挙げてくださいと言われるならば、これは一つ言えることがあると思います。それ、キリストの弟子を作るところだなということを言えると思います。クリスチャン、キリストの弟子、キリスト者というものをですね、本当にその交わりの中、そして神様の御言葉を通して、本当にそれを増し加えていける、そのようなものではないでしょうか。神の国は本当に教会を通して広がっていく。なぜならば、主を求める者の集まりが教会ということだからですね。ところがですね、この教会の目的を考えてみるならば、私一人が救われていて、私一人が一生懸命、正しく歩んでいればそれはいいというものであれば、これは片手落ちなんですね。やはり兄弟姉妹、励まし合いながら、弱い者がいれば、または本当にある程度恵みを受けた者もがいる。でも教え、戒め、励まし合いながら、でも主を見上げていくっていうことが大切なんじゃないかなと思います。そのような交わりをしているといつもうまくいくわけではないですけれども、でもキリストを信じ、愛の中にあって励まし、寛容な心、忍耐を持って、主にある希望を持って、でも一番忘れちゃいけないのは、最後の時一人も欠けることなく天の御国で主を礼拝しているそのビジョン、希望、ゴールのない歩みをするんではなくて、はっきりとしたゴールに向かって、今日しんどくても一歩一歩歩んでいける、そのような励ましのある共同体、そういうものになっていっていただければ良いんじゃないでしょうか。今テロップに流れました。今日のクエスチョンはこれです。難しさの中でも、使えなければならない時、どんな思いで皆さんは使えますかというようなことなんですが、時々ですね、私たち奉仕、もしくは仕事ということでもいいかもしれませんが、自分の思いとは気が重いんだけれども、もしくは環境がそのように必ずしもですね、整っていなくて逆風のような中であっても、嫌だなと思いながらも使えないといけないというような時があるんですが、その時にですね、どのような思いをしますかということなんですが、私はですね、このところ今日の本文の箇所を見ていても本当に思うんですけれども、やはり神様の愛があふれていると大丈夫かなというふうに思うんですね。
時々したくないこともあると思うんです。ところがですね、それを求められている相手を私たちが愛しているならば、私たちはそれをしたいなというふうに思うんですね。やはり私たちの兄弟姉妹の中でキリストにある愛があるということ、また私たちが神様に対して従順をしなければいけないというような時、どうしますか？ただそれを理性でもって何も感情なくですね、それをするんじゃなくて、ああ私は神様を愛しているのかな、私は兄弟姉妹を愛しているのかな、いや私は愛されているなと、そういう愛を感じることができれば、私が愛しているということ以上に私が愛されているなという愛を感じるときに、私たちはその逆境の中でも主を信じ、隣人を信じながら、信頼しながら歩んでいけるんじゃないかなっていうふうに思います。今日難しい奉仕を任されているとき、教会のリーダーシップの人、今見られているかもしれません、時々困難にぶつかっているかもしれませんが、あなたは教会からも愛されているし、神様からも愛されています。あなたも誰かを主の愛によって愛してみませんか。